はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではディズニーランドイーストサイドカフェでの食事をご紹介しました。今週もディズニーランドです。今回はレストラン北斎に行きます。今回の動画最後まで見ていただければ、ディズニーランドレストラン北斎での食事、その他のおすすめパークフード、これらのことが分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本日は8月28日金曜日です。舞浜に13時過ぎに着く予定だったんですが、京葉線が遅れました。こういう日もあります。今日の朝食は食パンでした。まもなくリゾートライナーが参ります。ホームのドアから離れてお待ちください。リゾートラインが到着です。本当は先頭に乗りたいんですが、いつも誰かがいるので真ん中に乗ります。平日金曜日の舞浜駅の様子です。平日ですがそこそこ人がいます。ようこそ東京ディズニーリゾートへ。次は東京ディズニーランドステーションです。 Welcome to Tokyo Disney Resort。はい、ということでディズニーランドステーションに到着です。現在時刻13時45分、開園の15分前です。開園直前ですけれども、思ったより人はいなかったですね。こちらはチケットをお持ちの方の列、僕も今日はこっちに並びます。そして画面右側の方に行くと年パスの方の列です。暑くて死にそうだったので飲み物を買うことにしました。購入したのはジュースではなく生茶。大人ですね。ランドステーションの下で検温をやるんですけれども、同時に荷物検査も行われてました。入園ゲートでの荷物検査はやってないようです。はい、ということで無事に発することができました。今日は左サイドからの入園です。北斎の予約時間までちょっと時間があるので、それまでブラブラしていきたいと思います。やはり入園直後のワールドバザールかなり混んでいます。ちょっとでも止まったら後ろから追突されそうです。はい、ということでレストラン北斎にやってきました。約3年ぶりの北斎です。こちらも一人で来るのは初めてなので緊張します。看板に出てたメニューはこちら、カニとサーモンとイクラのチラシ丼だそうです。その他にもメニューが4種類あります。どれにするかすごく迷いますね。無事に席に案内されました。店内涼しくてとても快適です。案内された席は4人席です。ボードゲームができるぐらい広いですね。天井もかなり高いです。旅館に来たみたいですね。飲み物はキリンレモンにしました。料理が到着しました。僕が注文したのは天ぷらとうどん膳です。めちゃくちゃ豪華で美味しそうです。こちらのうどんは温かいうどん、冷たいうどんのどちらかから選ぶことができます。僕は冷たい方のうどんを選びました。こちらのうどんコシがあってすごく美味しかったです。麺の量もかなりあってボリュームがあります。続いてお隣天ぷらです。こちらも量がかなりありますね。お腹が空いていたのでとても嬉しいです。大根でミッキーを作りました。店員さんに見られると恥ずかしいので速攻で食べます。天ぷらの盛り付けを崩すとこんな感じです。イワシ、カボチャ、パプリカ、ナス、ズッキーニ、それからエビが2本入っています。どれも衣がカリカリでとても美味しかったです。続いてはこちら、芋の煮物ですね。ピンクのミッキーはちくわだと思いました。違ったらすいません。そしてそのお隣が茶碗蒸しです。こちらの茶碗蒸しめちゃくちゃカスタードプリンみたいでした。プルプルしてて最高です。こういうのは最後に食べる派です。ごちそうさまでした。デザートも注文しました。白玉小豆バニラアイスクリーム添えです。デザートは別腹です。バニラアイスには黒蜜がかかっています。小豆もたっぷりありますね。このフルーツなんだかよくわかんなかったんですけれども美味しかったです。こういうのは最後に食べる派です。ごちそうさまでした。最後に運ばれてきたもの、お会計伝票です。天ぷらとうどん膳2180円、デザートの白玉小豆320円、ドリンクキリンレモン340円、合計2840円です。レストラン北斎、美味しい和食が食べれるので皆さんもぜひ行ってみてください。現在15時52分、スプラッシュマウンテンに乗ることにしました。スプラッシュマウンテンの待ち時間は50分です。
乗り場に着いたのは16時38分、表示通り50分でした。現在17時2分、再びアトラクションに並んでいます。並んでいるのはビッグサンダーマウンテンです。やはりこれは外せません。ビッグサンダーマウンテン、だいたい20分待ちで行けました。待ち時間表示よりも短く済むことが多いですね。ありがたいです。続いてやってきたのがこちら、ペコスビルカフェです。こちらでおやつを買っていきたいと思います。購入したのがこちら、ミッキーチュロスシナモン味です。久しぶりに食べるチュロス、めちゃくちゃ楽しみです。安倍総理の辞任をこの時知りました。チュロスと一緒に生茶をいただきます。大人ごちそうさまでした。シンデレラ城前にはたくさんの人が記念撮影をしていました。やはり城前のスポットは人気のようです。続いてやってきたのがこちら、アイスクリームコーンです。ワールドバザールを進んだ角にあります。スポンサーは明治ですね。アイスの味は4種類から選べます。それからコーンまたはカップも選ぶことが可能です。僕はコーンにするとベトベトになるのでカップにします。購入したのはこちら、ピーチシャーベットです。シャーベット系が好きです。やはり夏に食べるアイスは最高ですね。手がシャーベットでベットベト、くだらないです。ごちそうさまでした。続いてやってきたのはこちら、モンスターズインクカンパニーストアです。母親から2000円もらったのでお買い物をしたいと思います。お目当ての商品はこちら、マイク・ワゾウスキーのボクサーパンツです。デザインはこっちでもずっと迷ってました。ただやはりマイクが好きなのでこちらにします。ちなみに後ろはこんな感じです。かなり可愛いですね。マイクを知らない人からしたらホラーです。マイク・ワゾウスキーのボクサーパンツ、お値段は1900円でした。皆さんも機会があったらぜひ履いてみてください。現在時刻18時20分、最後にもう一つアトラクションに乗ることにしました。並んでいるのはこちら、スペースマウンテンです。お腹の中の北斎を宇宙へ連れて行きます。スペースマウンテンの待ち時間は30分です。まもなく乗り場に到着です。いつも思うんですけれども、スペースマウンテン、暗闇の中で何かにぶつからないかすごい心配です。センターオブジアースの最後の加速でも同じ不安を持ちます。スペースマウンテン乗り場まで40分ぐらいでした。待ち時間表示プラス10分ぐらいですね。はい、ということで今回はディズニーランドレストラン北斎での食事、こちらをご紹介してきました。特に天ぷらは衣もカリカリで種類も多く、とても美味しかったです。ディズニーで和食を楽しめるおすすめのレストランなので、皆さんもぜひ行ってみてください。今回の内容が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではディズニー関連の動画日々アップしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Twitter もやってます。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。